こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ自分のね、もうね、何回かね話してるんで知ってる方もね多いと思うんですけど、まあありがとうのね反対って何か皆さんご存知でしょうかね。ありがとうの反対、まあ自分もね最初はね全くね分かんなくて、ありがたくないとかね、そんな風にね、なんだろうなんて、そんな風にね思ったんですけど、それをね知ったら、ああなるほどなっていう風にね思ったんですけど、ありがとうのね反対っていうのは当たり前、まあ当たり前ってね、まああることがね難しいって書いてね、ありがたいとかね、ありがとうってね書くんですけど、やっぱ普段ね当たり前と思っていることっていうのはね、実はねもしかしたらね全くそういったことっていうのはねほとんどねないんじゃないかななんてすごくね思ったりもします。まあ日本っていうのはねすごくね豊かな、まあ最近豊かって言えるかどうかわかんないですけど、食べ物に関してもね食べ物に困るとかそんなことはねないと思うんですけど、本当にね食べ物に関してもすごくね日本の人っていうのはね基準が高いっていう風にね思うんですけど、まあ例えばなんですけど、お正月とかね実家に帰るとすごいねご馳走が出ると思うんですけど、まあご馳走っていうかね今はねそういったことをしないのかもしれないんですけど、まあ例えば中箱がね洗って、それ開けるといろんなね、まあ、食材が入ってる、例えばなんですけど、それでねお正月に行ってね、今年もよろしくお願いしますって言って重箱パカって開けたらね、パンの耳しか入ってなかったらどうでしょうかね、えって思いますよね。それがね自分のね、もしかしたら食のね当たり前の基準で、まあお正月にね帰って重箱開けたらね豪華なね、おせちが入ってるっていうのがね、もしかしたらねもう自分の中ではもう当たり前のね基準、まあ当たり前ゾーンがあって、そこをね下回ると、そのねゾーンのねこうそこを下回ってしまうと、えってなってね、そこでね不平不満、なんでこう正月なのにこんなパンの耳かよみたいなね、そんな感じで不平不満とかね、そんなものが出たりするんですけど、これねまあもしねすごい貧困な国とかね、本当にね食べるものもね今日食べるものもないようなそんな国に持って行って、パンの耳をね持ってったらね、いやこんな美味しいもの久しぶりに食べた、ありがとうありがとうって多分ね感謝になると思うんですよ。それっていうのは、まあ、基準のねゾーンがね、まあ、その国のね方が低いんで、そこをねもう完全にねパンの耳一つ取っても上回ってくると、そうやってねありがとうありがとう、こんな美味しいもの久しぶりにね食べて本当にありがとうってね、そういう風にねなると思うんですよね。まあそのね感謝のゾーンっていうのはね人それぞれまたね違ってくると思うんですけど、まあそのね国の人っていうのは当たり前のね基準が本当にまあ低いと思います。まあこれね食べ物に限らず、まあいろんなね、まあ感謝っていうかそこのね自分のね基準、当たり前の基準っていうものは、ね、あると思うんですけど、まあそこをね下回った時に不平不満が出て、そこを上回るとまあありがとうっていう風にね感謝ができる。まあよくねこのありがとうとね当たり前の話の時に、まあ、あるねご夫婦の話、まあ、これ実話なのかどうかもわからないんですけど、まあ、あるねご主人様がね晩酌中に、まあ、いっぱいついでよみたいな、そんな感じでね奥様に言って、奥様はね洗い物をしてる時にだったんで、そんなの自分でやんなさいよみたいな、そんなことをね言ったら、そのね2時間後ぐらいにね旦那さんが倒れて、それで奥さんはねすごくね後悔する、まあ、あの時にね、いっぱいでもねついでやればよかったとかね、そんな風にね思って、まあ、ずっとね後悔しているっていうことで、まあ、そのね、いっぱいついでよとかね、バカ言ってるようなねそんなね時間っていうものがね本当にね愛おしく思ったりとかもしますんで、普段ね自分のね家族もね何かしてもらった時にね、まあ、例えばなんですけど、最近ね本当にお風呂も入れてくれたりとか、洗い物もしてくれたりとか、まあ、夕飯もね前はね具合が悪くてなかなかできないことを今本当にねやってくれてて、それがだんだん自分の中ではね、まあ、当たり前になりつつあってしまって、洗い物やってたらすってね横行ってこう一緒に
まあ、洗ったものを拭くとかね、そういったことをね、まあ、なかなかね、しなくなってきて、もうそれがね、もうやってくれるのが当たり前みたいな、そんな感じに、ね、なっていたんですけど、まあ、今回ね、ちょっとね、またね、なんか気持ちっていうものがね、この話をする、したときに、なんかね、自分の中のね、当たり前のゾーンがね、こう上がってしまった。まあ、なのでまたね、そういったことやってくれるのは当たり前じゃなくて、本当にね、やってくれてありがとうとかね、まあ、言葉でもいいし、一緒にね、洗い物手伝うとか、何かね、やってたら手伝うとか、まあ、何々してくれてありがとうとか、まあ、会社とかそういったところでもね、何かしてもらったりとか、まあ、したらね、必ずありがとうって言って、それをやってもらうことが当たり前じゃなくて、なんかね、まあ、何かお願いするときも、本当に申し訳ないんですけど、お願いしますねみたいな、そんな感じでね、一言添えるとか、そういったことをして、まあ、感謝、まあ、ありがとうっていう言葉をね、伝えていきたいななんて、こっちからもね、言って、それでね、それによって当たり前ではない、まあ、本当にね、感謝のね、気持ちをまあ、込めて、そういったことをね、言っていきたいなぁなんて、改めてね、思いました。普段ね、食べてるものだってそうですよね。そういったものもね、まあ、お肉一つにとっても、これをね、まあ、一生懸命どこのね、国か、まあ、日本国内かわかんないですけど、一生懸命ね、まあ、牛さんをね、育てて、それでね、まあ、それをね、まあ、屠殺場みたいな、そういったところに持ってて、それをね、本当に誰もやりたくないような仕事をやってる方、まあ、それをね、屠殺して、それでさばいて、それでね、食べやすいように加工して、それでそれをね、まあ、しっかりパックして、それで店にね、並べて販売する人がいてとか、それを運ぶ人がいてとか、もう何人の人もね、まあ、手にね、携わってきて、それでね、自分たちのね、食卓に並ぶ、まあ、それをね、いただくって、なんかね、すごくね、そういったことにもね、一つ一つ、まあ、これ一つにとしてもね、すごくね、何人ものね、人の手が、に携わって、それでここにね、今あるんだってことを思うと、本当にね、まあ、命をいただくみたいなのがね、いただきますみたいな、そういったね、感謝の気持ちを込めていただきますってね、そんなことも言ったりとか、まあ、そんなことをね、日々ね、していく感謝の気持ちっていうのは、本当に忘れないようにね、しないといけないなぁなんて、そんな風にね、思いました。まあ、本当にね、そのね、自分の当たり前ゾーンっていうのは、どんどん低くしていけば、まあ、そこをね、上回るのっていう、その方法で簡単になると思うし、それをね、まあ、下げれば下げるほど、本当に簡単に、まあ、感謝っていうものもね、できる。まあ、当たり前っていうもの、そのね、当たり前っていうもの、ゾーンがね、もうないっていうぐらいのね、そんなね、感じ、当たり前はないんだよっていう、そんなようなね、感じで、普段ね、何気ないことでも、まあ、感謝できるようにね、なっていきたいなぁ、なんて、そんな風にね、今回の話で思いました。はい。ではね、今日はね、ありがとうの反対はね、当たり前っていうことで、まあ、ちょっとね、ありがとう、まあ、感謝するっていう、そんなね、話をしてみました。はい。ではね、今日の話が良かったなって方は、グッドボタン。また、チャンネル登録。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録、お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。